皆さんは何か宝にしているものがあるでしょうか。人それぞれ宝にしているものは違うと思います。また、人生のある時期において宝は変わってくるかもしれません。私も子供時代はラジコンカーやプラモデルなどのおもちゃが宝だったと思います。しかし、成長するにつれて宝はだんだんと高価なものや貴重なものになっていきました。また、ある人は高価なものでなくても思い出の品が宝であるかもしれません。いずれにしても宝は私たちにとって特別に大切にされてきたと思います。さて、神様にも宝があると聖書に書いてあります。しかもそれは永遠に変わらないものです。今回のお話は神様の宝について考えてみたいと思います。それで、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。この聖句によると、神の宝とは何でしょうか。それは、あなた方という立場である先民イスラエルの民になります。ではなぜ世界中にはたくさんの人たちがいるにもかかわらず、イスラエルの民だけが先民として特別に選ばれて神の宝になると言われたのでしょうか。イスラエルの民について正しく理解し説明するために旧約聖書から見てみましょう。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。ここで神はアブラハムとある契約を結びました。それは、アブラハムの子孫は神によって大いなる国民とされ、アブラハムがその子孫の祝福のもといとなるという契約でした。それは、アブラハムの子孫が神の契約の民となり、神から与えられるその素晴らしい祝福を見た他の民族も本物の神を知り、アブラハムと同じ神との契約者となるといういわば神の伝道計画を表していました。そして次に、アブラハムの子であるイサクにも同じ大いなる国民の契約、すなわちイサクの子孫によって地のすべての輩が祝福され、イサクもまた祝福のもといとなるという契約が繰り返されています。その時主は彼に現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに示す地にとどまりなさい。あなたがこの地にとどまるなら、私はあなたと共にいて、あなたを祝福し、これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与え、私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たそう。また私はあなたの子孫を増して天の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地を皆与えよう。そして地のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。さらにイサクの子であるヤコブにも
この同じ契約が繰り返されています。すなわち神との契約者であるヤコブの子孫が神に祝福されることによって、地のすべての国民諸族は本物の神を知る機会が与えられ、そして彼らも神との契約者となることによって祝福を受けるという約束です。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。そして実際、神はこのヤコブの子孫たちに対してアブラハムとその子イサクに与えた場所を与え、神から祝福された国、すなわちイスラエル国家とするという先の契約と同じ約束を繰り返すのでした。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名をもはやヤコブと呼んではならない。あなたの名をイスラエルとしなさい。こうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。あなたは埋めよ、また増えよ。一つの国民、また多くの国民があなたから出て、王たちがあなたの身から出るであろう。私はアブラハムとイサクとに与えた地をあなたに与えよう。またあなたの後の子孫にその地を与えよう。これが先民イスラエルの民の本来の姿になります。ここで質問ですが、この祝福された民は先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブが神と契約を結んだという理由だけで先民となったのでしょうか。実は先民になるためにはある条件を果たさなければならないのでした。アブラハムが私の言葉に従って私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからである。ここに先民となるための条件がはっきりと記されてあります。それはすなわち私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからという部分です。最初に神と契約を結んだアブラハムは神との契約者として、その契約条件であった神の諭しと戒めと定めと掟を守ったのです。さらにアブラハムは神との契約者としての条件を子から子へと教育を通して教えました。そしてもしその子孫が神の諭しと戒めと定めと掟をアブラハムと同じように守るならば、彼らは神から特別に祝福される先民としての立場を神から与えられるのでした。ここでもう一度確認のために冒頭で引用した神の宝についての聖句を見てみましょう。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。やはりここにも神の宝である先民となる条件が書いてあります。
それは、もしあなたが誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、という部分です。つまり、先民イスラエルは、ただアブラハムの子孫だからという理由で神の宝となれるのではなく、あくまで神の声に聞き従って契約を守るという必要性があったのです。実際、イスラエルの民はこの契約条件を守り抜いたでしょうか？いえ、残念ながらイスラエルの民はその特別な先民としての立場を全く失ってしまうのでした。彼らは自分たちはアブラハムの子孫だから、そして先民だから特別だという精神にみなぎっていました。これを先民意識と言います。この精神は自分たちが神の声に聞き従い、神の契約を守るという条件の部分よりも、むしろアブラハムとの血縁関係こそ彼らにとっては先民という立場を確立するものであるという意識を強めるのでした。しかしこの精神は間違いでした。神は彼らを正すために次の聖句を投げかけられました。だから悔い改めにふさわしい実を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。ここにもアブラハムの子は血縁関係ではないと記されています。むしろ今まで血縁関係を誇ってきた事実を認めて悔い改めなさいと投げかけられています。そしてさらに注目すべきキーワードがあります。それは石ころです。神は石ころからアブラハムの子孫を起こされるというのです。実はこの最大の奇跡こそ、神がその先民を作り上げるための素晴らしい神の契約だったのです。ところで、石ころにはどのような価値があるでしょうか。石ころはその辺にあって、私もイノシシが出た時に追い払うために投げるにちょうど良いくらいの価値しか認めていません。そして石を投げたとしてもわざわざ回収はしません。それは捨てられるような無価値なものだからです。また石が大きくなった岩であってもどれほどの価値があるでしょうか。しかし聖書ではキリストこそ建物や城壁が建てられるときに隅に設置される頭石であったと記されています。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。この頭石の価値を知っている者は希望を持つことができます。なぜなら、頭石こそ堅固な土台を作るときには絶対不可欠な材料だからです。例えば、お城の石垣を積むときに、ほとんどの石は適当な場所に当てはめるために切り刻まれて加工されますが、ちょうど城壁の角の部分である偶角部に来る頭石は極力大きくて不格好なまま設置されます。なぜなら台風や地震、その他の過酷な環境でも耐え抜き、二つの方向から来る城壁をつなぎ支えなければならないからです。熊本城が大震災で被害を受けたとき、この
隅の頭石だけで上の建物を支えている写真を見たことがあります。まさにこれがキリストの役割でした。それに対して通常の石はそのままでは城壁には使えません。これはある意味私たちに当てはめることができると思います。私たちはあるところは罪の影響によって尖っていますし、またあるところは欠けているからです。しかしこれらの無価値な石は神の摂理のうちに加工されるのです。そして神はこのような加工された石を御国の建設のために必要とされて今集めておられるのです。そしてこれらの加工された石の状態こそ品性が清められるという神の側からの加工がなされたことになります。この経験をすることによって神はこれらの無価値な石を神の宝とされるのです。これがアブラハムに契約として与えられた選民の本当の立場だったのです。つまり選民とは神の家族となることができるという神との契約を信仰によって望む者には誰にでも与えられる素晴らしい特別な立場だったのです。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。しかし選民イスラエルという石は神から加工されることを拒みました。なぜなら加工されるためには痛い思いをしなければならないからです。それはすなわち罪に影響を受けた部分を切り取るという悔い改めの経験になるからです。どれだけ神は忍耐を持ってこの選民イスラエルという石を加工しようと望まれたことでしょうか。しかし彼らは神から与えられた預言者の警告の言葉を拒んで、時には預言者を殺すほど高慢で頑なな石でした。そこで神はやむを得ず、この石を諦めて他の石を選民として代用するしかありませんでした。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。ここに我々に対する教訓があります。この失われた選民イスラエルの状態は、実は終末時代の神の残りの教会である霊的イスラエル、すなわち私たちの教会に当てはまるのです。そして私たちは過去の選民イスラエルの失敗の歴史から学ばなければなりません。安息日を守っているから神に選ばれて救われるのではありません。私たちは悔い改めることによって神から品性が清められるという石の加工を経験するので、無価値な石ころの中から神の宝として選び出されるのです。しかし実際現状の私たちの教会はどのような状態でしょうか。品性の清めの加工の重要性についてどれほど教会内で訴えかけられているでしょうか。主の聖なる宮へと成長していく神の息子娘であること、もはや異邦人でも宿り人でもなく生徒たちと同じ国籍のものであり神の家族なのである、人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石である、これが我々の特権である、
天はもしすべての石、光を出す生ける石がその正しい位置にあったなら、世に対してどれほどのことができるだろうかと、現在の教会の状態にどれほど驚いていることであろうか。今は新型コロナウイルスの影響によって、世の中は不安と混乱が生じています。しかし、神との契約者はどこに目を向けるべきでしょうか。自分の心に目を向けるべき時ではないでしょうか。今こそ清めの時です。すなわち、石ころである個人個人が神によって加工されるべき時なのです。その経験は非常に痛く、また苦しい経験となります。しかし、この経験を経て、私たちの教会の信徒一人一人は、神の御前に価値ある石とされるのです。なぜなら、神が加工されたという品性の清めの確かな証拠である証がそこに見られるからです。しかし、もし私たちの教会がこの経験を拒むなら、すなわち神から与えられた教訓を頭で理解していながらもそれを実践しないならば、アブラハムの子孫だから救われるだろうと思い込んでいた失われた石、先民イスラエルと同じ過ちを犯すことになるんです。まさか、今世界が新型コロナによって混乱している時だからこそ、世の中の動きに目を向けなければならないでしょう。自分の心を吟味する、それどころではないでしょう。とおっしゃられる方もおられるでしょうか。しかし神は、そのような方々の疑問に対して、加工されることを拒んだ失われた石、先民イスラエルの残念な歴史による教訓以上のものを、もはやお与えになられないと記されてあります。なぜならば、この失敗の歴史は私たちにとって十分な教訓だからです。我々はキリストとの関係を理解すべきである。我々が自らの前に純粋な原則と道徳的構成への高い動機を保つため、キリストが心に宿らなければならない。我々の働きはただ約束するだけではなく、行うことが含まれる。神の言葉を文字通り成就するため、正直と高潔さが我々を神に結びつけなくてはならない。今日神が送られるメッセージを聞く人たちに、自己所要に溺れたユダヤ人の模範に従わないよう注意させなさい。神はご自分のしもべの働きに関して疑問あるいは疑いを引き起こすすべてを我々の道から取り除こうとはなさらない。神は率直で誠実な心を納得させるのに十分な信仰の根拠をお与えになるが、それ以上の証拠が光を拒もうとする心の決意を変えることはしない。いつ私たちの品性が加工されるか、結局のところそれは個人個人の選びになります。私は今まで再臨の時に品性が清められるので、今は安息日をしっかりと守っていればよいのですよ、と教会の指導者から習ってきました。本当に安息日をしっかりと守っていれば、再臨の時に品性が清められるのでしょうか。証の文においてエレン・ホワイトは、今の私たちにとって非常に厳粛な言葉を投げかけています。キリストが来られるその時に、我々を罪から清め、品性の欠陥を除き、あるいは我々の気質や性癖の弱点を
直してくださるのではない。もしそういうことが我々のためになされるとすれば、その時が来る前に全て完成しているのである。キリストがおいでになる時、我々の卑しい体は変えられ、彼の輝かしい体のようにされる。しかし、その卑しい品性はその時清くされることはない。品性の改変は彼が来られる前に起こらねばならない。我々の性質は純潔で清くなければならない。我々の魂にご自分の御形が反映されるのを主が喜びを持ってご覧になるために、我々はキリストの心を持たなければならない。石ころである私たちを加工してくださるお方は誰でしょうか。大祭司イエス・キリストです。言い換えれば、キリストが大祭司の立場から王の王、主の主としての立場に進まれることによって再臨される時には、私たちの品性の清めのために取りなしをしてくださる中保者はおられないのです。石ころの加工である清めの経験は、キリストの再臨の前に完了しなければならないことは明らかです。預言者に切り刻まれることを拒み、すべての真理に従って魂を清めることをしない者、そして自分たちは実際よりははるかに良い状態にあると思い込んでいる人々は、災害が下る時になって、自分たちが建物に合わせて切り刻まれ、死角にされなければならないことを悟るのである。しかし、その時にはそうする時間もなく、天の父の前で彼らの取りなしをしてくださる中保者もおられない。新型コロナの影響で世界が恐怖と混乱に陥っている今は、私たちにとってどのような時でしょうか。それは、大祭司イエス・キリストが間もなく中保者のお働きをおやめになられる時です。なぜならば、キリストが大祭司の次なる立場に進まれることによって実現される再臨が非常に切迫しているからです。それは新型コロナの蔓延を含め、至るところに見られる再臨の前兆によって理解できます。だからこそ、石ころである私たちは神の加工の御業である品性の清めに今こそ本気で取り組まなければならない時なのです。そしてこれが本当の意味で再臨に備えるということなのです。天の聖女におけるキリストの取りなしが止む時、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれているその間に、地上の神の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きは黙示録14章の使命の中にさらに明瞭に示されている。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。ここに記されてある罪の除去が行われるとき、私たちに神の契約が完全に
成就するのです。それはただ安息日を守っていれば実現するのではありません。神の宝である選民となる条件は何だったでしょうか。もう一度冒頭で学んだ聖句を見てみましょう。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。私はここ数ヶ月、新型コロナの影響力によって自粛する中、自分がこの神の宝となる条件を現状のままでは満たせないという事実に気がつきました。それは非常に辛くて情けなく、また絶望的な経験でした。実際、神に祈ることすらできなくなりました。しかし、今、このようなクリスチャンライフのどん底経験に預かることがまさに、石ころから神の宝へと加工されている経験であることが分かりました。神の残りの教会は、このように加工された石としての打ち砕かれる経験を持った信徒、一人一人によって形作られる必要があるのではないでしょうか。そのためには新型コロナを不必要に恐れ、心を奪われて、いつまでもそこに心を向けているべきではなく、むしろ自分が今まで神から加工されることを先延ばしにしてきたことを認めて、悔い改めるべき時ではないでしょうか。自分の本当の姿に気がついたその先には何があるでしょうか。そこには神が石ころを加工してくださるという神の契約があります。これこそ罪人がただ許されるという信仰による義にとどまらない、選民としてふさわしく仕上がる品性の清めという信仰による義なのです。アブラハム、イサク、ヤコブと契約された神は、私たちをも選民とするために今もこの契約を保持しておられます。どんなに罪深く弱いものであったとしても、信仰と悔い改めによって神の身元に行くならば、この契約は最終的な成就に至るまで継続されるのです。私たちの教会はこの神の契約に招かれた霊的イスラエルなのです。この主の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける意志となって霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。神に喜ばれる霊の生贄を神にお捧げすること、それはアブラハムが最初ウルに生まれ育って、そこで得たすべての宝を捨てて神の契約という新しい宝を得たように、またイサクやヤコブが世の中の繁栄の宝を捨てて神の契約者としての人生の宝を得たように、そして私たちもこの世における残りの人生というこの世の宝を捨てて神の契約の成就により、神の宝になれるという素晴らしい約束にかけようではありませんか。そして今、石ころから神の宝へとなるために、神が私たちを加工してくださることを共に祈り求めていきたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。愛するご在天のお父様、私たちは石ころに等しい、
全く無価値なものであります。しかしあなた様は私たちのような石ころをその御手に拾い上げてくださり、そして加工してくださって神の宝としてくださるというこの約束を感謝いたします。どうぞ神様、あなた様が今この神の宝を集めておられる時に、まず自分たちの心の本当の姿を知るために思いを探り、罪を許され、そして品性を清めていただける神の約束によりすがり、あなた様の契約が私たちに成就しますようにお導きお助けください。全くそれにふさわしいものではありませんが、ただ主のこの契約の知識に残りの人生をかけたいと思います。どうぞお一人お一人の信仰を主が顧みてくださって、それを実現してくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。